ザ・ミーターズは1965年にニューオーリンズでジガブーモデリステ、ドラム、ジョージ・ポーター・ジュニア、ベース、レオ・ノセンテリ、ギター、アート・ネビル、キーボードによって結成されたアメリカのファンクバンドです。このバンドは1960年代後半から1977年まで独自の音楽を演奏し、録音し、リードーシー、ロバート・パーマー、ドクター・ジョン、アレン・トゥーさんなどの他のアーティストのバッキングミュージシャンとしても重要な役割を果たしました。彼らのオリジナル楽曲、シシー・ストラットとルック・カパイパイはファンクのクラシックとされています。彼らは滅多にメインストリームで大きな成功を収めることはありませんでしたが、ジェームズ・ブラウンなどのアーティストと共にファンクの創始者とみなされ、その業績は彼らの同時代のバンドから現代のミュージシャンまで多くの他のバンドに影響を与えました。彼らのサウンドはタイトでメロディアスなグルーブとニューオーリンズのセカンドライン、リズムと力強いギターとキーボードのリフの組み合わせによって定義されています。アート・ネビルはグループのフロントマンとして高校に通いながらニューオーリンズ地域でソロキャリアをスタートさせました。ザ・ミーターズは1965年にキーボーディスト兼ボーカリストのアート・ネビル、ギタリストのレオ・ノセンテリー、ベーシストのジョージ・ポーター、ジュニア、ドラマーのジョセフ・ジガブーモデリステのラインアップで結成されました。後にパーカッショニストでボーカリストのシリル・ネビルが加わりました。ザ・ミーターズはアレン・トゥーさんと彼のレコードレーベルであるサンシュ・エンタプライジズの専属バンドとなりました。1969年にザ・ミーターズはソフィスティケーテッド・シシーとシシー・ストラットをリリースし、いずれも主要な R&B チャートでヒットしました。翌年にはルック・カパイパイとチキン・ストラットがヒットしました。1972年にレーベルが変わった後、ザ・ミーターズはチャートに帰りにくい状況に直面しました。この曲は2011年にグラミー賞の殿堂入りを果たし、少なくとも25年以上経った持続的な質的、または歴史的な重要性のある録音を称えるものです。この曲はニューオーリンズの音楽伝統に深く根ざしたクラシックと呼ばれます。シシー・ストラットは映画ジャッキー・ブラウン、レッド・キング・リチャード、および BBC テレビシリーズザ・パーシュート・フラブにも登場しました。ある意味でザ・ミーターズはグルーブの基本的な特徴を定義しました。ファンケデリック、カメオ、ジェームズ・ブラウン、スライ・ストーンはファンクと同義語であるが、これらのアーティストは基本的なダウン・トゥ・アースで生々しいサウンドをザ・ミーターズに求めました。ザ・ミーターズの音楽はヘビー・ディ、LL ・クール・ジェイ、クイーン・ラティファ、ミュージック、ビッグ・ダディ・ケイン、ラン・DMC、アイスキューブ、スカーフェイス、サイプレス・ヒル、EPMD、パブリック・エネミー、A、トライブ・コールド・クエスト、ビースティ・ボーイズ、ノーティ・バイ・ネーチャー、および、トゥイートを含む、世界中のミュージシャンによってサンプリングされています。レッド・ホット・チリ・ペッパーズは、1985年のアルバム・フリーキエ・スタイリーで、アフリカというザ・ミーターズの曲をカバーし、ハリウッド・アフリカと改題しました。エキレクティックなジャズフュージョンギタリストであるオズノイはシシーストラットのバージョンを2回録音しました。プライマスは1992年の EP ミセレーニアスデブリスでザ・ミーターズの曲チッピトーズをカバーしました。グレートフルデッド、 KVHW、 スティーブ・キモックバンド、ワイドスプレッドパニック、リバースブラスバンド、ギャラクティック、ジャコパストリアス、およびザ・ストリングチーズ・インシデントなどのバンドはザ・ミーターズの曲を自分たちのコンサートで演奏しています。シシー・ストラットはハーフタイムフィールのグルーブです。この曲の特徴は16分音符が少しスイングしていることと8ビートがストレートなことです。このフィールに慣れるためにまずゆっくり演奏することが重要です。ゆっくり演奏する際に16分音符を8ビートとして捉えてみるとより理解しやすくなるかもしれません。このフィールの鍵はそのスイング感です。16分音符が少しスイングしているためリズムに滑らかな動きが生まれます。8ビートはストレートで一定の間隔で刻まれます。このコントラストがシシー・ストラットの独特の響きを生み出しています。
習の際には、まずゆっくりなテンポで演奏を始めましょう。16分音符がどのようにスイングしているかを感じながら、8ビートをストレートに刻むことに集中します。この段階では、テンポよりも正確性とリズム感を重視しましょう。次に、徐々にテンポを上げていきます。ベースがギターと調和する瞬間を感じながら、シシーストラットのグルーブに慣れていきます。継続的な練習とリズム感の鍛錬によって、この特有のフィールをマスターすることができるでしょう。最終的に、シシーストラットのグルーブを自由自在に演奏できるようになるために、時間と忍耐が必要です。リズムの微妙なニュアンスを感じ取り、その魅力を楽しむ旅に出かけましょう。